皆さんこんにちは、レルファジローの部屋へようこそ。さあ、レルファはアウェーで藤枝マイ FC さんと戦いました、前回ホームではやられている相手だけに今日は勝ってほしいですね。藤枝といえば、これ僕はあの某漫画ですよね、青木伝説シュートが静岡県の舞台なんですが、主人公は掛川高校、そしてライバル高校に藤田東高校を建てるんですね。まあ、あれは藤枝東高校だよというふうに教えていただいたんですが、いや、サッカーどころというイメージです。朝にラーメン食べる習慣があるんですね。林聖吾選手がスタメン復帰、そしてキーパー今日は寺門選手、そして高橋秀選手をウィング起用、なんかちょっと今日はいろいろ面白いスタメンになってきました。うまいっすね。やっぱ渡辺亮選手はちょっと軽快ですよ、これ。おお。ああ、いいフリーキックだったんですが、ちょっと弾かれてしまいました。落として、いけ、打って。終わりました。0対0です。ここまでは一進一退というところでしょうか。やっぱりね、スピードが速いですね。藤枝さん折れてはいますので、決めきるときにフォワードは決めきってほしい。そんな感じですね。いいパス、ここで決めろ、ここで、はい、うわぁ、いいパスは出てるんですけどね。あぁ、置いとった、いけ、打て、あぁ、狙いがよかった。あの、打つと。それは0対0の引き分けでした。ここ3試合無失点が続きましたので、それは良かったんですが、なんかね、もうちょっとね、見せ場が欲しかったなという正直な感想というところを決めてほしいなと思います。まあね、これは今に始まった課題ではないんですが、今日の MJP ですが、神垣陸選手です。おめでとうございます。いや、神垣選手、あのエスナイデル監督に代わってからスタメンに定着して、攻守での動きが素晴らしい、運動量が豊富、著しい神垣選手、これからも期待してます。というわけで、神垣選手のちゃんと歌わせていただきます。最高ぜ神垣陸、俺たちと共に戦おう、その手に勝利つかめ、レノファーの光となれ、レノファーの光となれが、なんかこうね、これから未来を背負っていく若者っていう感じがしましてね、いいですよ、とても。好き勝手欲しかったんですけどね。ただホームでは藤枝さんに0対3で負けました。そして今回はスコアレスドロー。さあ、これをどう捉えるかですね。今日、夏の補強、やっぱり皆さんどうですかね、センターフォワードになるのかな、なるのかなっていう、まあ、僕は何のあれもないですけど、センターフォワード欲しいなと思いますね。皆さんはどう思われますか。ぜひ教えてください。藤枝といえば、もう一度ございました、藤枝ブルックスさんです。藤枝ブルックスというのは、まあですね、アビスパ福岡の前身のチームです。藤枝ブルックスが、確か何だったかな、スタジアムの条件かなんかが合わなくて、福岡に移転して、その後はアビスパ福岡になります。大学時代にあの静岡出身の先輩がいらっしゃったんですが、その方に、あ、藤枝ブルックスですよねって言って、すごい喜ばれました。でも、事実はホームで、モンテディオ山形さんと戦います。水曜日開催。私としてはちょっとね、編集がしんどいんですが、頭が痛いんですが、いや、まあもちろんね、そんなことは視聴者の方には関係ないですので、精一杯頑張らせていただきます。山形さんは今節のベガルタ仙台さんに4対1で勝ってますので、これはちょっとね、恐ろしいですね。まあ、ただね、守備が本当に良くなってきてますので、またやってくれると思います。やってくれると信じて、山形戦参戦いたします。さあ、毎年恒例の七夕の短冊のお願いをしてきました。そしてこの度大雨被害に遭われた皆さんに、お見舞い申し上げます。皆さんのお住まいの地域は大丈夫でしたでしょうか。線状降水帯が山口県にも発生していたということで、私もちょっと気になっていました。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
大好きな故郷のため、レノファ山口のため、レノファ二郎頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。